次はどこに行くの？これならきっと楽勝だね。飛んでけ。これはきっとですよ。一振りで十分だ。了解です。これでどうだい。もう終わりか。不完全燃焼だね。どんな相手だろうが全力だ。この痛いよ。私も出るです。暇つぶしにもならないな。どんな相手だろうが全力だ。この当たれ。このくらい余裕だね。行き先はどこなんだい？なんだ？さあ、始めるとしようか。痛いよ。一振りで十分だ。それ気合を込めて追い打ちだ。受けてみなよ。こっちで。どんな相手だろうが全力だ。飛んでけ。痛いの受けて。一振りで十分だ。こっちで。受けてみなよ。私が出る。暇つぶしにもならないな。よし、どこに行くんだい？オイラに任せといてくれよ。たくさん見つけてやるからさ。液体だね。お水の代わりに使ってみようか。どんな相手だろうが全力だ。
も出るです。一振りで十分だ。はーい。出よ。私が出る。どこへ行くの？からどうしてもアメリアさんに服をという依頼が。何度も言ってるけど、私はアメリアじゃなくてレオン、別人よ。いえ、依頼人の方があなたの顔をご存知でして、あなたは間違いなくアメリアさん。そう、それでもお断りするわ。そういう気分じゃないの。しかし帰ってちょうだい。レオンさん。あら、ソフィー、いらっしゃい。レオンさんって本当はアメリアさんっていう。あら、見られてたの。私はどうも都合の悪いところを見られるようね。そうよ、私の名前はアメリア・レオン・マイヤー。アダレットの品評会で優勝した凄腕の仕立て師なの。レオンは偽名よ。正体を知られたくなかったから。レオンさん、ごめんなさい。聞かない方。よっ、どっ、またどれを。ありが、ありが、ありが、ありがと。これはこれ以上と。本当にそれ、ほい、
ちは、テスさん。あ、ソフィー、お願い。今回は毒薬を作ってもらおうかと思ってね。毒薬？まさか。あのさ、私がそんなことするように見える？見えませんけど。でも毒薬って言えばやっぱり庭に使うんだよ。え、庭に？うん、こないだ岩を爆破したじゃない。花は開いてるわ、雑草は生えてるわで荒れ放題だからさ、これを機に庭をきれいにし、ひょっとして。お、勘がいいね。まあだから毒薬を頼め。ありがとう。いや、やっぱりソフィーは頼りになるね。な、どれと引き、ま、ま、よ、毎度、ま、ま、ま、毎度、毎度、よ、毎度、毎度。またです。おお、助かるよソフィー。どういたしまして。待ってろよ雑草ども、この毒薬で根絶やしにしてやるぜ。テスさん、顔が怖いですよ。テス、お客様の前ですよ。おっといけない。そうでした。テスさん、くれぐれも使う。うん、大丈夫だよ。でも爆弾のと、ああ、まあ今回はこれを庭に撒くだけだからさ、さすがに毒薬は爆発しないです。まあ爆発はします。あ、どうしたの。気になるっていうか、嫌な予感がするっていうか。ソフィーは心配性だね。大丈夫大丈夫、テスさんに任せておきなさい。はい、わかりました。うん、とにかくありがとうね、ソフィー。本当に大丈夫かな。どの色